はい、おはようございます。富士おーでございます。今日はマグロ丼でございます。母ちゃんが作ったマグロ丼。マグロ丼にちょっとこのなんかわかんないやつが、なんかお顔みたいになってるんですけど、これは取れません。はい。はい。いただきますよ。マグロ丼です。今日マグロ丼。おいどんがマグロ丼を食べるって。母ちゃん、それでですね、これを、弁当屋らしくこの醤油をかけろって、指示がありました。ないんです、あれが。ここには。これをこうやってかけるのが弁当屋らしい。なんかこだわってますよ。うちの母ちゃんも最近は動画に変なこだわりを。変なこだわりを。いただきます。マグロ丼でございます。うまいです。うん。意外とですね、なんか東京とか本土とか福岡もそうですよね。マグロ丼も出るんですよ、朝から。このお刺身の丼、あれはホットモットとかやってるプレナスがやってるメシア丼ってあったんですよ。あそこのマグロ丼うまかったんですよ。あとはカツありますか、東京にカツの屋でした。なんかマグロ丼あるとこ、あれいいですよね、こういうマグロ丼。え、娘がマグロ丼食ってたよね、どっかでね、いつもね。え、飯屋丼で、飯屋どこだった、あれなんか食ってたよ、いつもマグロ丼だけ。うちの娘マグロ丼が好きで、牛丼屋さん行ってマグロ丼とか食ってたんですよ、どっかの関東とか。ちょっと前に行った時も食べたんですけど、不思議と、はま寿司と、くるくる丸寿司って納豆食ってました。変な話ですよね。納豆とエビ。今もエビ好きだよな。俺は何食べる、いつも。卵ってバラすな。大きな声で言うな。卵ばかり食ってます。量多いんですよね、卵が。うん。あと巻いてるもの、沖縄のあのくるくる寿司で元祖やってたとこがあって、あそこ美味しかったんですよ、マグロとか。いや、大手が来て負けたんですけど、負けたっていうかまだあるのかな、わかんないんですけど、多分あれ貫き通してあれをやっとけばよかったんですよ。同じように合わせを負け、そこに勝負かけたんで、100円にしたりいろいろやったんで、もうお客さんがいなくなって怖いんですよ。我々もそうですよ、お客さんが来なくなるんで。母ちゃん言うんですよ、今も話してたんですけど、四角い弁当箱でやってるからダメなんだと、どんどん喧嘩してたんです、夫婦喧嘩。今ももういいんですよ、貫き通すの仕方ないんですよ。あれから15円、10円下がるんであれば、お客さんにメリットがある方法を考えたら私はいいと思うんですよ。もうそれで分かんなかったらいいんですよ。それで、この寿司屋さんなんかもそうですけど、競争していくと負けるんですよ。どっちみち金のあるところに負けるんですよ。だから金のないところは、今できることで還元して一生懸命やって、お客さんがなんかいいなって思うことを作ることですよ。だから、例えばあの、弁当箱が同じで、安くできて、お客さんがそれを感じて、ここの美味しくていいなと思うまで一生懸命やることじゃないかなと思うんですよ。あの寿司屋さんも、沖縄の寿司屋さんあったんですよ、くるくる回る寿司屋さん。結構いっぱいだったんですよ。で、みんなやっぱり最初はですね、物珍したり、向こうが人気があるのかな、向こうがいいのかなって行くんですよ、やっぱり。それで慌てて自分とこも方向性変えたりするんで、私はどうかなってそこを見てるんですよ。今、お弁当屋さんも、正直我々は今こう、同じもの弁当売って、お客さん少なくなったんですよ。値上げしてけ。さあ、それにつけて、力のあるとかお金のあるとか、あるのかないのかわかんない。借りれるんじゃないですか、若い子たちがやってると。そこが、バンバンやりだして、儲かってるように見えるんですよ。儲かってるかもしれないですけど、儲かっててもいいんですよ。それは、それなんです
ったら自分たちのやるべきことを一生懸命やって、ダメだったらダメでそれでいいじゃないですか、仕方ないじゃないですか。そこに競争して負けたら、だからダメだったっていうのが私は好きじゃないですか。まあ、競争して負けたっていうの、自分のやることを貫き通して負けるんだったらまだいいんですよ。競争して負けるに決まってるんですよ、我々二人でやってて、お金もないし。だったら勝つっていうのはもう亀なんですよ。ゆっくり行って眠る時にウサギさんが待つことです。あ、これ俺の YouTube 見てたかな、上の人ガタガタやんね、上ね、なんか怒ってんのかな、いつもガタガタするんですよ、ここ私が喋ってると。怒ってんのかね、バカ野郎、しないね、見てないのかな、やっぱり。バカ野郎、本当にガタガタってやったら面白いですよ。あ、やるわけないぞ、これはオンラインじゃないから後で流すんで、夢だとおかしいですよね、流れてないのに。すいませんでした。ネギがうまいね。わさびが、わさびが効いた。本当は若い人とかですね、マグロ、大きい皿にマグロいっぱい乗っけて食ったら、イカとか卵とか寿司みたいな、あの落としないからダメなのかな、なんだったですか、 MSR みたいな、シャコーンとかないからダメなんですかね。大体角煮じゃないですか、角煮とか唐揚げとかじゃないですか。まあ、韓国の人とかが結構バトラしてんで真似してると思いますけど、マグロ、日本人はマグロいっぱいかって、このテーブルにもご飯でも乗っけてマグロ乗っけてかっていいと思いますよ。私はできません、親父なんで。どっかコメント突っ込んだらいいんじゃないですか、マグロやってくださいって。みんな好きじゃないのか、マグロが。それかもうかまぼこいっぱい乗っけるとか、魚肉ソーセージ乗っけるとか、ビームの発想しかない。お米食ってる姉ちゃんいるじゃないですか、お米の姉ちゃんです。お米って言ったら分かる。あの子もマグロ食ってましたよ、作って。みんなも、あ、マグロじゃない、角煮。あの子伸びてくると思いますよ、お米の姉ちゃん。お米食ってる姉ちゃん。上手。上手なのと、なんか、私とか、なんか、キモいじゃないですか、親父だから。あの子、かわいい。子供なんで。子供だからですよ。まだあれが聞いたら、かわいいのかって言うんで、怒られるんで。かわいいですよ。子供なんで。子供だから。はい。子供の女の子なんで。ただ、あれいいのはですね、当てれこっていうか、アフレコっていうか、なんか、後から自分で言ってるんですよ。私みたいに喋ってないんですよ。口開けたりして。たまにやってますけど。あれが何言ってるか分かんないんですよ、逆に。何言ってるか分かんないんけど、漢字もいつも間違えて、わざとじゃないかな。頭いいんじゃないかな。豚の確認のところをですね、確認ってか、漢字を入れてて、普通見るんで変換すると思うんですよ。やってる側から。これ、内緒です。やってる側から、あれわざとです。確認、豚の確認は美味しいって書いてる。わさびだろ、わさび、悩んでるググで。わさびが来たんだろ？ほら。梨も入ってんの？
おさびで思いました、思い出しました。沖縄の方言でですね、わさびから悪いのかっていうことをわさびって言うんです。わさび、わっさんなとか私の方言結構田舎の方言でね、違うって突っ込む方多いんですよ。ここへ来てこれじゃないですか、わっさびってか言うと、違うって言うんですよ。いいんですよ、ニュアンスですよ、方言はちょっとぐらい違っていいんですよ。突っ込む方いいですよ、ここへ来て言うんですよ。役立たん電柱がこれでコメントできないから、しかも動画も作れんのに文句言うんですよ、ここへ来て。だからもう嫌なんですよね。もう弁当屋やめましょうか、 YouTuber になりましょうかね。弁当屋が YouTube と兼営してたら弁当屋に来て文句言いますからね、ここで言わずに。弁当も作れんくせに、で結局は廃されたんでなんとか、ああいうの作れって言うんですよ、私に。お前やれって言ったから、お前がやればいい。これ梨多いね、結構ね。知ってた？今までこういう梨が多いのって、梨の芯みたいな、あれじゃ真ん中の硬いの、ちょっと甘く辛いの。あれがあって。うまい。うまいんですよ、だから缶詰になると。これ美味しい。これ。これでも毎日食べたら美味しくなくなるのかなね。たまにだから。めっちゃうまいね、マグロ丼。いや、マグロ丼はうまいと思いますよ。日本人なら。わさびか。わさびか。やばい。やばい。やばい、わさびか。やばいぞ。私は自分の YouTube なんで、自分の YouTube 私のとこあんま上がらないんですよ。あの人のとこに上がるかもしれないですけど、私のものには私のものを見ろとは言わないんですよね。自分のものなんで。だから皆さんのところでは1回2回見ると上がってくると思うんですけど、今ですね、あのお米の人、毎回いろんなところに上げてますよ。だから売り出し中だと思いますよ。伸びてくると思いますよ。もうあの沖縄の100万人よりもあっち多いですよ、今は。てか、あれ、あるんですよ、だから。それをわきまえてないと、例えば、そういう、なんていうんですかね、食べ物動画、旅行動画、力を入れてる、今食べ物動画の中で力を入れてるあの子なんですよ。だからあの子に付随してくるところ、こっちだけなんですよ。付随してくるものを使うと、角煮とかですね、伸びることは確かなんですよ。だから頭のいい人たちは、YouTube 分かってる人たちは、真似していくんですよ、その伸びてる人たちの。で、付随して、確認って並んでいくんで、伸びていくんですよ。どんどん伸びるんですよ。弁当なら弁当。私も知ってるけど、あえてやってないんですよ、それは。なんでって言ったら。並んでもおかしいじゃないですか、このじいちゃんが、あの間に並んでても。で、突っ込まれるの決まってるじゃないですか。だから私の方でですね、コメントが少ないとか、なんていうかいろいろ言いますけど、考えてるんですよ、出させないような作戦。だって可愛い女の子が飯食ったとか私が出てきて、もう突っ込みたくなるの、もう当然ですよ。だからあえて、避けてるんですよ、いろんなの調査して、今こっちだなって。で、母ちゃんも考えてくれて、マグロ丼は大丈夫だな。で、マグロ丼とかだったらですね、例えばこれ、気まぐれクックさんとかだったら、ああいう魚系得意なんですよ、上手なんですよ。だからその辺で流れてきれば、あの人の品の高い
リスナーさんが見てくれるんで、まあグレードが低いから文句言う人もいますよ、中には。ただ気まぐれクックさんあたりのリスナーさんはあんまり文句言わないんですよ。だから旅行系で面白い旅行を作る人、可愛い女性が旅行を作ってる、なんかこうコムトさんの旅行を作る、たまたま私のくっついてた時めっちゃ言われますよ。だからその時外すようにしてますよ。私旅行系消してますよ。まあ消さないで残せば伸びると思いますよ。簡単に伸びるとは失礼ですけど、その人たちに付随してて、だからこの私の YouTube 見てる人は私の3年間の努力を自分で勝手にバラしていってるんで、これは絶対に、やってる人は分かりますよ。やってる人なんで分かるかって、やってますか、あの人たち。だからこの飯テロ動画で一番今伸びてるのは何だろう、ラーメンだなと思ったら、ラーメンやってるんですよ、みんなが。その中に私がラーメンやってみてください。だから例えばそこで猫が入ってて、猫やれって言うんですよ。おかしいじゃないですか、猫嫌いなのに。猫嫌いっていうか動物嫌いって言うんですね。弁当屋が動物やっておかしいじゃないですか。やれ、だからダメなんだ、お前飲み物飲め、新醤油の飲み物飲んだら、自分が見た動画であるんですよ、新醤油の飲み物見た、流行る、やれ。今日なんかですね、こんにゃく売れこんにゃく売れ、海外でこんにゃく売れって言うんですよ。弁当屋がこんにゃく、なんでこんにゃく売るんですか。こんにゃくって私の中では、まあ、あんまり言いませんけども。あの、そういう、平気で言ってくるんですよ。今日朝から。だからもう、こんにゃくはダメだって喧嘩になったんですよ、今。だからまた夫婦喧嘩って作らない。作ってるってことは、怒ってないって笑ってる。笑うと可愛いんですよ、あの人。いるんですよ、ここにまだ。お足で刺してますけど。これを怒る人ですが、お足、いるんですよ、ここに。笑ってるんですよ。あれですよ、私みたいにいつも笑ってニクニクしてる人は笑っても可愛くないでしょ。かましさんが笑ったら可愛いですよ、あの怒りん坊が笑ったら怒らない人間が。はい、細木和子が笑ったらどうですか、例えば。あんな感じです。あんな感じ。あらえ、ついでに。笑ってるついでに。せっかく見たのに、あらなかった。一番あのだから私が思ったのは、頭のいい人たちは、伸ばす方法を知ってる人たちはですね、今例えばザックさんですかね、あの AMSR っていうか、なんか首にタトゥーある人とか、林さんとかいるんですよ。まあ1000万3000万とか言ってる。で笑い系だったらジュンジュンワールドさん、女の人でなんかスパイダーつけてる人、あの人たちって毎回同じ動画なんかしてるんですよ、毎回同じ。だから私もやってるんですよ。最初は怖いんですよ、やっぱり。前にも流れてたんじゃないかって言われるの。でもあんな1000万とかガンガン行く人たちやってるんですよ。もうやらざるを得ないんですよ。で、ああいう度胸があるんですよ、やっていく、やり続ける。佐川さんとか純也さんとか一斉さんとかもみんなやってるんですよ。ただそれを見ててわからない人が、あんま YouTube やった初心者ですよ、カウントの若い人、新しい人、もう突っ込んでくるんですよ。そこで、あの人たちは無視してるんですよ。もう、桁が違うんで、見れないと思うんです。私のはまあ10人ぐらい来る中で、めちゃくちゃ腹立つんですよ。自分は知っててやってるのに、それ突っ込まれると、なんか、なんでこの曲使うんですかとか、なんでこうなんですか、なんでこんなことしないんですか、なんでこれやってるんですか、今やってるんですかとか言われると、意図があってやってるんです。意図っていうか、その、考えがあってやってるんですよ。あれに付随してって、私も少しは伸ばそう。努力で、こんな動画でも伸びてきたんですよ。考えて考え抜いて、いろいろ見て、勉強して伸ばしてきたんですよ。だからまあ、それってこんなもんかって言いますけど、私ぐらいのレベルで、私ぐらいスマホ一つで、あのぐらいの至難の技じゃないですよ。ただその中にはそういう技術とか、そういう人の見て、勉強してる。それはもう YouTube だけじゃなくてですね、言いたいのはですね、勉強することだと思ってます。思ってて一生懸命やり続けることだと思ってます。
だから伸びてないっていう人も今いればそれまでです。で、その、それ今こんだけ話聞いてもそういう人はかわいそうですよ。いいところ抜き取っていいこと言ってるなと思いながら自分に置き換えてやって、だから弁当屋さんもですね、今もどんどんやりやすいんですよ。前潰れてった人と同じようなことをみんなまでやってるんですよ。 ですからその生き延びようとしてる我々がもうダメみたいな扱いされてるんですよ。でも私は知ってるんですよ、あの人たちがいなくなっていくこと知ってるんですよ。でもみんな知らないから向こうがいいように思えるんですよ。でも苦しい状況でやってると思うんですよ。私はそこでもう仕方ないからですね、金がないからこれしかやらないんですよ。で YouTube もこれしかできないんですよ。そこへ突っ込んできて、旗がないとか弁当屋だったらですね、向こうで弁当買ってるのにわざわざ旗出てないよって言いに来るんですよ。旗出てないで言いに来るってことは分かるじゃないですか、分かってることじゃないですか。お客さん来ないんですよ、一度もこっち来ないんですよ。昨日も言いましたよ、もう現場が違う場所行くんでもう今日で来れないですって。お前ずっと向こうで買ってたら来てないだろうって。現場が最後の日は寂しくなるんですかね。お、やばい、ごちそうさましょう。ごちそうさまでした。ありがとうございました。